What up, guys? Your boy, the Red Dreaded One, Akka-san here, and as you may know, next month we are going to be hit up with an all-new US adaptation of the critically acclaimed thriller, Death Note, presented by Netflix. And if you want to check me out watching Death Note live with you guys, check out me on Rift TV. But enough about the plugs and such. The internet has been hit by a sensation. Half the people liking it, half the people disliking it. Lots of controversy all around. Why is Kira such an emo? Well, man, it's a US adaptation. They can do, you know, whatever they want. If it's a US adaptation, why do they still call him Kira when it's supposed to be Killer for short anyways in the Japanese version? Well, I'm sure there were some recognizable elements they still wanted to keep from the original. Why is L black? Needless to say, until we actually do get Death Note coming out on Netflix, the internet is gonna be kind of like the chaotic mix. Taking the liberties of living in the land of the rising sun, I decided to recruit my boy Josh and take it to the streets of Shibuya and see what the Japanese people think about all this going on. So without further ado, I present to you another edition of Taking It to the Streets of Nippon. Minasan, dozo. Check, check. Testing. All right. Ah, so this car. このキャラクター知ってますか？はい。すいません。She totally did that on purpose. じゃあ、デスノート知ってますか？知ってます。OK。アニメとか漫画見ましたか？アニメ、ドラマ？ドラマ見ましたか？デスノート知ってますか？見たことあるぐらい、ちょっとだけ見たことあるぐらいです。何見たことありますか？アニメか映画ですか？アニメでちょっと流して見てた時とかに。ああ、そうですか。デスノート知ってますか？ちょっとだけ。ちょっとだけ、はい、どこから漫画か映画かアニメですか？映画です。デスノート知ってますか？はい。知ってますか？はい。じゃあ、このキャラクター知ってますか？そうですね。名前がやふやなんですけど。ライトですね。ライトと、あと、リュウ君。そうです。この近いですね。このキャラクターとか知ってます？もう全然覚えてないです。じゃあ彼の名前は？藤原達也。そうそうそう、キャラクターの名前は？なんだっけ。キラ、あ、違うな。そうそうそう、アキラ、ライトね。そうそうそう。アメリカで新しいデスノートの映画は出てます。知ってますか？知らないです。知らなかったですね。ちょっと見て自分の意見は知りたいんです。 Ready? せーの。 All the people that make life miserable。Shall we begin? You're a death god. Yes. What exactly can I do with this death note? It's not gonna solve a few crimes. It's gonna solve all crime. Do you think that I'm crazy? I think you're not crazy enough.In case you didn't catch that, they said it looks very American. そうですね。じゃあどうと思いましたか？いや、なんかやっぱり見たことない人も、なんかそうですね、初めて見る人だったり、今までデスノートが好きだった人も、なんか新しい感覚で見れていいんじゃないかなと思ったし、あとやっぱ迫力がやっぱ日本の映画と違って、やっぱスケールが大きいのかな、なんかやっぱアメリカらしいなとは思いました。あ、そうですね。どうと思いましたか？日本のやつとは違うなって思いました。この映画、日本に来たら見ますか？あ、見るかもしれない。そうですね。見ますか？見ます、はい。結構違いますね。だいぶ違いますね。なんかアメリカっぽいと言いましたけど、まあもちろんいっぱい爆弾とか、エキサイディングドキドキの。そう、アクションが多いのが、アメリカっぽいなって思います。そうですね。日本のバージョン、アニメかドラマとか結構違いますね。結構違います。爆弾とかありますから、なんかアクションめっちゃ怖そう。そうですね。じゃあどうと思いましたか？どう感動とか。感動、主人公がかっこよかった。主人公がめっちゃかっこいい。
見てみたい。でも日本のデスノとこのアメリカのトレイルとかどうと何の感動がありますか。やっぱアクション、やっぱアクションですなんか全部もっと、ね、大きい、全部大げさ、そうなんかいっぱいいろんな人巻き込んでっていうのが。あ、そうですね。でもみんなのキャラクターちょっと分かりましたか。そうですね、なんか今日なんとなく分かる気がしますね。はい、L してますか。主人公のデスノート。はい、このトレーラーで L、見つけましたか。書いてた人じゃないですか、あのノートに。あ、そうそうそう。でもどのキャラクター、あ、ずっと書いてるはライトですね。ライト、あ、そうそうそう、あんま分かんなかったですね。あ、そうですね。キャラクター分かりましたか。あ、どんなキャラクター分かりましたか、ライトとか。あー、でもどうやろう、誰が誰とかあんまちょっと分かんなかった。エルは全然分かれなかったですね、はい、ちょっと分かりにくいかな、うん、そう、エルはこの黒人と顔は隠したのに、うん、そう、やっぱり分か、あ、違うな、まあ、ちょっと、うん、ジャンルまあ実写化だからね、うんうん、でもどう 見ると思いますか。見に行く、うん、どうやろう機会があれば見たいな、うん、みたいな。ああ、そうですね。じゃあ全部のキャラクター分かりましたか。ああ、ちょっとちょっと。L 分かりましたか。分かんないですそうですね、結構違いますね。このトレーラー見たらどんな意見がありますか。これに意見ですか。そうそうそう、意見です。あ、特にないです。日本語が欲しいぐらいです。あ、そうですね。キャラクターは全部分かりましたか。まあまあ分かる、ちょっとよく分かる誰か L してましたか。 L が誰か分かる、キラーは誰か分かった。 あと女の子もいた、ね、そうそうそう、は分かったけど L は分かんない。分からなかった。この黒人とマスクの人は L だったです。おそう、これは L だったですね。いや、全然分かんなかった。そうですね、髪の毛見えないとか黒人の役やって、はい、全然アニメの違いますね。はい、違いますね。そう、これはライト、L、ライトな。でもなんかこっちの方が好きです。あ、そうですか、はい。この新しい映画は Netflix では出てますけど、キャラクター分かりましたか。いや、誰が誰だかは。そう、でもなんとなくは誰が誰だかは、うん、L 分かりましたか。 L の存在はちょっと気づけなかったL はこの黒人のマスクの人ですね。そう、全然違いますね。そうですね今は外国人もインターネットでとか悩ってる、なんか外国人もなんか日本の作文から日本人かアジア人の方が、俳優やった方がいいですねと言ってます。あ、それ、うん、それはある、それは思います。あ、と思いますね。はい、そうだね、それはそうだね。あ、やっぱりな。ドラゴンボールは前でなんか、ドラゴンボールは私すごい好きなんですけど、あれはちょっと許せなかった。せやなあれは許せなかったです。そう、外国人もその意見持ってるけど、まだハリウッドはそのアニメとかの映画作ってるから、うん、うん、許せないな。そう、許せないです。じゃあこの映画も、まあ、このドラゴンボールのアクション見たいから見えないと思います。そうですね、なんか日本人には人気なさそう。そうだね、うん、カトゥーンの方が人気あると思う。じゃあこの映画は、日本で人気と思いますか。ああ、日本で人気です。じゃあ他の漫画かアニメはなんかアメリカは映画に作ったら何か 見たいです。ああ、なんですか。ワンピースとか。そう、ワンピースの映画はオランド・ブルームとかかっこいいと思いますか。いや、もう適当っすもルフィは金髪になったら面白いと思いますか。あ、まあ、受けるとは思います。あ、ドラゴンボール見たことありますか。あ、はい、見たことあります。これは、そう、アメリカのドラゴンボール。あ、それはないです。あ、見たことないんです。見たことありますか。ないです。
ワンピースはアメリカの映画になってほしいですか？アニメでいいんじゃないかなって思う。せやな。じゃあ他のアニメか漫画とかなんか映画になりたいがありますか？なんだろう、わかんないです。わかんない。セーラームーンとか。ああ、確かに外人綺麗ですか。と他のアニメとか漫画とかそういうアメリカの映画になったら何か見たいことありますか？ジブリ。ジブリ。ジブリのアメリカ版の実写、あのもう人で。あ、そう。なんかトトロとか。難しい。トトロじゃない。トトロ。どんな化け物になる。何がありますか？なんか恋愛ドラマとか高校生向けのとかアメリカ版になったらどうなるんだろうっていう。他のアニメか漫画みたいの映画とか。日本のテレビでやってるようなドラマとかがアメリカの俳優さんがやったらどうなるんだろうな。あ、じゃあアニメと漫画はダメですね。はい、わかりました。この映画は出たら、あ、見ると思いますか？そうですね、まあ見れたら見たいですね。デスノートのファンだからこれ見たらどんな感動がありますか？うん、また違った良さを得るかもしれない。俳優とかアニメとか漫画とか比べたら全然違うから、うん、これはなんかダメの気持ちがありますか？いや、僕は何も否定しないし、むしろまたそれは違ったもので楽しめるかと。あ、これいいですね。じゃあ他のアニメとか今までなんかドラゴンボールとかアメリカは映画、作りましたけど、うんうんうん、他のアニメか漫画の映画は見たいですか？いや、ぜひ見たいですね。どんなものを作ってくれるか楽しみです。例えば何ですか？そうですね、ドラゴンボールやったけど、いや今は思いつかないですね。わかりました。じゃあ前のデスノートの映画見ましたか？アメリカ版の。あ、日本の。見ました。見てない。え、違う人の。一番最新の、はい、あ、見てないかもしれない。あ、前の見ましたか？見ました。ああ、じゃあこの前のとこれは、どっちの方がおもろいと思ってますか？でも日本の方が馴染みがあるからやっぱり日本の方が面白いなとは。そう、今はインターネットで、外国人もちょっと別々の意見があります。なんか日本のストーリーだから日本人かアジア人のなんか俳優やっぱりの方がいいと言っていますけど、なんか外国人もそういう意見は持っているけど、今までなんか日本人はあんまり関係ないけど、どうと思いますか？アメリカでやるならアジア人がやる必要はないかなって。アジア人がやるとちょっとなんかダサくっぽくない？そうですか。あんまり良くない。あんまり関係なくいろんな人種の人が出てきても逆に面白いかなって、そういう風に人種にこだわりない方が。そうですね。So there you have it, folks. I hope you enjoyed that. It took a lot of time to put that together, especially them subtitles. I want to give a shout out to Rita Ford on translations and, of course, Josh for asking the questions. Don't forget to check me out later in August when Death Note premieres on Riff.tv, where I'll be reacting to it live, and you can catch the replay, so on and so forth. But one-on-one with the Red Dreaded One. I'm looking forward to that. And of course, don't forget we did do a Death Note skit a few months ago that I am doing my best to cut together for you. And I really want to make it special for you. It is a short film that I think a lot of you will really enjoy in terms of color, saturation, and keeping close to the original sort of storyline and such, okay? Till next time, make sure you keep it locked, and I will check back with you later. Leave your questions and comments down below. Red Dreaded Nation, stand up, speak up. This is your chance. I'm out. Peace.